はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、デラックス妖怪ウォッチ U 進化キットバージョン U1 と U2 です。はい、ついにデラックス妖怪ウォッチ U、 こちらの U ね、うん、がプロトタイプ、そう、プロトタイプだったのが進化、うん、正式版になる時が来ましたね、うん、はい、それでこの U1 の方はね、ケイタ君仕様なんだよね、うん、そしてエジソン U メダルとニャニャンオールスターズ、うん、この歌メダルが入っておりますね、はい、そして U2 の稲穂バージョンには、同じくエジソン U メダルとアメコメクラブの歌メダルがついてますね、うん、では早速開けていきましょうか。はい、はい、おお怖い怖い怖い、はい、おお硬いな。次稲穂バージョン開けます。はい、おいし、はい、こちらが U1 についてきたセットですね、はい、これはベルトとこのウォッチの裏側、うんうん、そしてこれがウォッチのカバーだね、うん、これシリコンでできてますね、うん、柔らかい素材だった、うん、てっきりね硬いのかと思ったけど違ったね、うんうん、そしてメダルがニャニャンオールスターズとエジソン U メダルだね。そうだね、これは偉人レジェンドなんだ。これレジェンドなんだ、うん、金だもんね、うん、すごいキラキラしてる、うん、そしてもう一つの U2 に付属してきたのがこちらの黄色い方だね、うん、黄色のバンドとウォッチの裏側、うん、そしてウォッチのカバーですね、うん、これは黄色いシリコンでできております。それとメダルがアメコメクラブ、先ほどと同じエジソン U メダルですね、うん、これ2枚になっちゃったね、うん、はい、それではですねこちらの妖怪ウォッチ U プロトタイプ、はい、これを進化させましょう、はい、まずはこの後ろのバンド外さないとね、はい、これねポチの穴があるんだ、うん、これをちょっとペンなどで押さえながらベルト回転させます。ベルトさんじゃない、違うか、違うベルトさんだ。そしてどっちにする、 U1、U2 どっちにする。 U2 から行こう。 U2 からする、うん、あ、そう、分かった。 U1 お楽しみだから。あ、そうですか。セットしてくるっと回しますね、はい、カチッとなりましたね、はい、今この状態だと黄色と青だね、はい、これに先ほどの、はい、こちらが妖怪ウォッチバージョン U2、うん、なのかな、妖怪ウォッチ U バージョン U2 どっち、うん、わかんないどっちでもいいか、うん、はい、黄色のシリコンで覆ったのでなんとなく黄色っぽい妖怪ウォッチになりましたね、うん、ただね、なんかこの SD カードのスロットの部分がボコってなってて、うん、ここなんかいびついたな、うん、なんかここが変だな、うん、ではこの状態でメダル聞いていきましょうか。はい、はい、ちなみにバージョン3になってますね、これね、はい、うん、アメコメクラブ、アメコメクラブからお願いします。セット USA から来日したこの3人、正直英語にはあまり自信がないそうです。This is a pen だって。では次、エジソン U メダル。はい、お願いします。はい、セット。やっぱレジェンドなんだ。偉人って言ってた。お。ちょっと違ったね、うん、最後はエラーイイトーになってた。本当に、うん、すごい聞き逃しちゃった、うん、それでは今度は U1 に変更しましょうか。はい、はい、まずシリコンカバー取りの、うん、後ろのポチ押しの回転 C の U1 の後ろにセット C のシリコンカバーつけの、はい、ということでこちらが U1 ですね、うん、こっちの方がやっぱり男の子って感じするな、うん、あ、エイシン君はじゃあこれにするの、常に、うん、そうですか、わ、うん、かりました。そうしましたら今度はニャニャンオールスターズ、ニャニャンオールスターズを聞いてみましょう。はい、はい、セット。いつも通
これ面白い、これ面白いわ、ね、うん、今の面白かった、うん、でももう一回エジソン聞いてみましょうか、はい、もう一回聞きたい、イジンのところ、イジンって言ったね、うん、うん、偉い人って言ってた、うん、偉人偉人って言ってた、途中で偉人レジェンド偉人レジェンドってなってねえ、うん、はい、ということで今回は妖怪ウォッチ U 進化キットバージョン U1 と U2 でした。はい、ということで進化しましたね、はい、はい、すごかったですね、はい、歌目では両方ついてるからね、両方買わざるを得ませんでした今回まんまとやられました、ね、歌が面白かったね、あ、歌面白かった、さすがですね、ニャニャンオールスターすごい面白かった、うん、はい、ということで今日の動画がですね、もし面白かったなとか良かったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、はい、この次の動画で妖怪ウォッチ U のステージ2、このボックス開封と、歌の大辞典の2番目、はい、うん、これも開封していきたいと思いますね、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバイ、バイバ